こんばんは、入山明子です。9月21日水曜日、入山明子のつれつれ日記。今日は歌のレッスンの日でした。昨日決めていただいたキーの設定で、今日はカバー曲を練習したり、そしてまた今度ライブがあります、その曲目を検討したり、そんな一日を過ごしました。それでは昨日のコメントにお返事を返します。相馬さんです。お疲れ様、頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。田中由紀恵さんもグッドのスタンプいただいてます。ありがとうございます。鈴木千恵子さんは早口言葉を考えられてますね。一きくしきのしみ3回、しぶしし、しぶし町、しぶし市役所、しぶし支所。これは早口言葉ですね。今度やってみますね。二見さんです。スタンプいただきました。そして阿部明さんもスタンプです。柴谷富子さんです。あ、お礼状が届きましたねありがとうございます。早くに出しても、最近は土日が入ったり、まあ、祝日もありましたし、ちょっと遅かったですね。それぞれ日記も遅くなったり早くなったりですが、毎日頑張りますね。元気笑顔で人生七曲がりと新曲一泊二日、皆さんの心に届くよう頑張ってねといただきました。ありがとうございます。さあ、そして辻明子さんです。お忙しい一日でしたね、カラオケファン楽しみにしていますねといただいてます。はい、明日もまた取材に行くんですけれども、新曲が出る時にはたくさん、取材を受けれて楽しみですね。沖島晴美さんです。毎年のような台風で被害が出て本当に悲しいですね。明子さんも皆さんの心配で気づかれされたのでは。お忙しいスケジュール大変お疲れ様でした。明日も笑顔あふれる一日になりますようにといただいてます。本当に台風の被害が、怖いですね。だから大丈夫かなと思う時にも、やはり命を大事に優先に行動できるように常日頃から考えておいた方がいいんですね。満月さんです。あこちゃん、今日講演会の招集が届きました。カラオケファン雑誌の取材お疲れ様です。涼しくなりましたねと書いてあります。本当に涼しくなってきましたね。アバターで満月さんのグッドナイトときたら、次に加藤昌司さんもほぼ行ってらっしゃいますよね。満月さんがメガネがあるだけかなっていう感じもしますけど、よく似てます。アバターの顔がそっくりですね。金崎真紀子さんです。いつもお疲れ様です。台風も過ぎて行き、皆さんの被害がないよう心配です。元気な笑顔、元気で安心しましたと書いてくださってますね。真紀子さんはどうでしょうか。車椅子真紀子さんがバーイと言ってアバターが乗ってますけれども、いかがでしょうかね。不自由はないですか。長塚雅彦さんです。おはようございます。昨日も一日お疲れ様です。大好きなコーヒーを一杯いただいて、今日一日頑張りますと書いてありますね。あきこさんも元気でと、そこに柴谷さんご挨拶されたりしてますが、お母さんも朝からコーヒーを飲んで頑張るタイプですね。私も朝は、割とコーヒーを飲むことが多いですね。岩上さんです。おはようございます。本日もよろしくです。書いて
てあります。ありがとうございます。え、きなかさんです。おはようございます。今日も元気で頑張りましょう。水分補給忘れずにといただきました。さあ、そして、お写真も一緒にいただいてますね。塩田さんです。おはようございます。いただきました。ありがとうございます。森沢隆さんです。カラオケファンさんの取材聞き合わせとお疲れ様です。記事を見て早速 TikTok 作ってくださってましたね。あの歌がねたくさん入ってたので楽しみに。私も一つは上げたつもりはなかったんですが、ショート上がってましたね。で一つは上げてみました。お医者さんも上げてみてくださって早速ありがとうございます。そうなんですよね。ギリと情けた愛を乗せてが3番の部分がチョイスされてましたね。嬉しいですね。さあ、そして西山秀子さんです。お疲れ様でした。 TikTok にたくさん入ってよかったですね。本当に全曲ぐらい入ってますね。すごいですよね。定畜さんが入れてくださったんですね。ありがたいです。秀子さんもあの踊ってる秀子さんスタンプをいただきましたね。まあ、またあの笑顔たっぷりの一日でありますように。牧野は秋道さんです。愛子さんおはようございます。打ち合わせお疲れ様です。一雨ごとに涼しくなってきて秋らしく感じますね。風邪ひかないようにとあります。 TikTok に楽曲が入ったんですね。楽しみにしてますって早速上げてくださってましたね。楽しい動画が TikTok に上がってました。ありがとうございます。1泊2日大ヒット祈願、みんなで応援してます。突っ走れファイトといただきました。ありがとうございます。さあ、それではブログにお返事を返しますね。ブログは野良猫にゃんにゃんさんです。ブログ読み込みエラーでずっと読めなかったみたいですね。そうだったんですね。新曲の取材行ってきました。台風通り過ぎたら秋の空気になりました。また暑くなるそうなのでがっかりですと書いてあります。あ、また暑さぶり返すんですね。少し涼しくなってあのもうあのちょっと長袖に変えないとダメだなと思いながら昨日いたんですけれども、また暑くなるんですね。服装をかけるものを持っていきながら調整しないと気温は下がってくるかもしれないですね。管理人森沢さんです。 FM キララ福田紀子さんのダンディーナイト出演おめでとうございます。リクエストいただいたのを読んでくださっていましたね。全員の方じゃなかったですけれども嬉しいですね。ありがとうございました。秋の気温になってきましたねということで本当にそうなんですね。まーさんです。あきこさんおはようございます。 FM キララの番組にリクエスト、は多分あの方かな。まーさんは、読んでくださっていましたよ。聞く手段がなくって本当に残念でしたね。地元の方に聞いていただいたという感じですね。さあ、そして YouTube にお返事を返しますね。 YouTube が、さあ YouTube です。辻明子さん、台風14号のせいでしょうか、涼しくなりましたね。暑さ寒さも彼岸までの通りです。洋服選び大変ですが少し暖かい服装でと心配してくださってます。そうですね、本当にあの寒いなと感じることが昨日もちょっとあって今朝も少し寒かったですけど、日中温度が上がるとやはり暑いですね。鋼チャンネルさんです。 TikTok の動画作成用の楽曲たくさん入っているのを作ってみます。これから TikTok にチャレンジしてみますとあります。ぜひチャレンジくださいね。あの、ほぼ全部の楽曲は、そして歌入りもいろんなところが選ばれてますので使い勝手のいいところで使ってみていただくと楽しみですね。
入山明子施設応援隊さんです。定築本社の打ち合わせカバー曲含め良かったですね。台風関東はあまり、影響はそれほどの大きいものではなかったようですけれども、かなり風は吹いて雨の音も怖かったとおっしゃる方もいらしたので、通り過ぎてくれて良かったです。元気笑顔で頑張ってください。素敵な一日をとありました。さあ今日も、歌に関われる日、歌を歌える日で、とてもリフレッシュできた一日でした。さあ明日もまた、ラジオの収録と定築本社にて取材が入っています。行ってまいりますね。そして夕方からはラジオ日本の、番組の収録に行ってまいります。楽しみに行ってまいりますね。ちょっと変わった内容で収録をしてくださるようなので、そちらも放送日分かりましたらお知らせします。さあそれでは元気に笑顔でまたお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。